花気に入ってもらえるかな。私といいぞ。面白い。どうやらここは昔の工賃らしいね。確か当時工賃で不思議な事件が、とある家の一人の子供が行方不明となって、俺たちの息子を探して、おとといの昼のこと、それから俺は山の陣は、俺はもう何日も、陣、はい、はい、いえ、陣、でもあの日、このまま陣、正確に。
生まれた頃から今までの子でも答えはもう明白だけど、昼夜研究をつけて。昼夜健康。ジンは見つかったの？ジンがどこに行ったか分かったの？お願いだから早く教えて。なんだ？そんな。ジン、何を言ってるの？なぜそんなことが分かる？気をつけて。切り札があったの。残念だけど、この五番から逃げることはできないの。劣化のきらめき。正確に。逃さない。俺を見ても驚かないんだな。どうしてジンが殺されていると分かったんだ？子供がそんな中。事件は作り話で、あの両親はフラクトシネスが用意した偽物。あなたは全てを知っていた。だったらなぜ夢から出ようとしなかった？騙されたふりをして状況を見極めていたの。夢の中に目を覚ま、自分を駒にすること。力を貸してほしい。
ようになったぞ。にゃーにゃー泣くか。短い言葉しか喋れない方がいいのか。ともかく最後の一人を夢から救走なれば、あいつに総攻撃を仕掛けられる。にゃあ。なびく。これは夢？それとも現実？夢だったら面白いものが見られるかも。あれはおとなしく待っ私とかくれんぼしたいの？付き合ってあげる。我慢してやっと手に入れた果実が一番甘くて美味しいもんね。ず、一緒にあっ邪魔者だらけ。ああ、なんでいつもブラックショアはつまんない任務をよこすのかな。この程度で私が満足するわけないのにね。
消えちゃった。つまんない。つまんない。退屈なのって大嫌い。自分で見つけないとね。強いけどつまんない、そういうやつもいっぱいいるし、やっぱり退屈なのは嫌だからね。私をドキドキさせてくれるのは、あ、こんなのありえだって、覚えてるもん、強くて。あれは椿、助けが必要みたいだ。急がないと。間に合わなかった。行こう。もっと急がないと。行こう。任せろ。冷静に。未来のために。あなた。あれがあなただなんてありえない。あなたの力素敵。これからもたっくさんお話しして、ゲームして、戦う。もしかして。行こう。
ただ例の常時神医様が。でもそして半行方不明、そこで神医様も謙遜する必要は。相手の処本当にあなたが私に殺されちゃうこと。あなたは強敵をいっぱい倒してきた。あなたが自ら。あなたの姫、私が一番。私おかえり、漂白者。やっとこの私も あなたの準備、心の周囲準備は万端。いよいよ決戦だ。大魔王に挑戦だ。この任務もそろそろ終わらせないとね。この曲を終わらせようか、漂白者。あなたと一緒に踊れるなんてゾクゾクしちゃう。私たちのスローガンはブブ物流は届けるまでが配送。そうじゃない、世界を救う。心の周域には何十億ものゲートがある。だがソラリス全土に比べればここは小さすぎる。無数の人々が紡ぐ無数の夢、無数の思い出、それらを残すにはより大きな器が必要だ。漂白者、あなたではもう私を止められない。任せろ。あなたたちは夢の価値を全く分かっていない。
ために幕開けだ。
め。影に溶ける。いらっさらい。
それが夢なら、ここで気づいたこと。目が覚めた。そっか、あなたは私の。じゃあ、冒険は大成功だね。今回は10人の勇者がみんな、あんこ勇者、黒もちろん、そして危険な、次は漂白者。私、あの絵を完成させることができました。それでどんな絵だって心から再加さ、あなたの助言のおか、もしかしたら漂白者さん、目が覚めた後、待ってます。漂白者、夢の中でもとはいえ失態はここでだ。漂白者、あなたにとって夢とわらわは記憶を観察と思考を重ね、あくまでただ目の前にあなたが雲量谷で、これからは少しで、もう行っちゃうの？私はだってここなら私たち夢だって、目を覚まさなきゃ夢も現実も同じなのに。そっか、じゃあ。これで一件落着だな。そういうわけではないが、あいつは心の周域の制御権を失った。だが、安心しろ、ちゃんと見張っておく。それにどうしても手を焼くようなら、あなたが助けてくれるだろう。そういえば、私に聞きたいことがあるんじゃないか。創造者が一人の人間、その質問への私を止めた。今、あなたはゲイだからこそ。そういえば、私に聞きたい。それは、あの黒いのがその上、あなたが大、あなたは、そういえば、心の周囲、まるで私もやっとゲッ、え、配達員は風来、とりあえず。こんなに待ったんだぞ。お客様、もうしばらくお待ちくだ。漂白者さん、お客様。どれどれ、もし中身まで壊れ、確かに配達弁償とかの、分かっているのか漂白者。お頭、静かにしろ。問題ない、弁償の必要はない。一人で降臨鏡に入ってこの箱を回収したのか。俺は交流団の、お前の名は聞いている。我が交流団は荷物は間違い、いつか。ちょっと待って、うるせえぞ。解決したのかな。とにかく、あれ、何を考え込んでるの。具体的には、何それ。白猫が言った通り、そうだ、漂白者さん、昨日の夜久々に、よく覚えて、仲間たちも似たような夢を見たみたい。もしか、私もそう思う。しまった、本当にありがとう。もしふるさとの越州に行く機会があったら、村の特産品で馬物流届けるまでが配当、馬物流届け、ああ、
もう行かなきゃ。また今度。バイバイ。獲物の匂いだ。Thank you.
私と一緒に遊びたい？
くれたんだ。久しぶり、私の運命の種。この子たちを見に来たの？あとちょっとで咲きそうなんだよ。ソラリスの至る所にブラックショーの協力者がいる。だから好きなのは花そのものよりも花を育てる過程の方かな。一粒の種からつぼみになり、その中でも毎日毎日その種が健やかに育ち、開花の時に全てがこの手に収まるのを想像する。だからこうやって見守るのはとっても素敵なことなんだよ。ま、これは私の個人的な趣味。あなたブラックショアとショアキーパーを助けてくれたんでしょ？ま、それもそうね。というか、この島についてすぐブラックショアの核に触れられるなんて、あなたは。やあ花持ち、私はエラー収容所ゾレで申し訳ないのだ。何か少し問題が発生したんだ。すまない、もちろん報酬は用意する。それは残念。永遠にあなたを花園に閉じ込めて。この感覚面白い。私と一緒に遊びたい？来たか、花持ち。相変わらず元気そうでな。あなたがブラックショアに来てから。おっと、挨拶はここまでにしよう。ブラボー、素晴らしい記憶力だ。実はそこからそいつは拘束を向こうだが、だからあなたに白羽の矢が立った。あなたの実力は誰にも疑いようがない。これ以上の適任者は到底見つからない。この囚人は姿を消しているが。何か聞こえた？どうかしたか？データの痕跡を調査した結果、まずは彼女に話を聞いてみて。分かった、ありがとう。はっ。
じめまして。あなたがなぜあの星図にアクセスしたの？私が見つけた時にはすでにこんな状態で、修復も試みましたが、うん。ブラックショアの指導者が直々に。残っている記録ごく一部の。でも指導あの清掃を調べても、情報の一部。そうです、この共鳴者は。ですが行方不明。そうとも限り、ガイムホールには。花持さん、外務ホールに何かご用ですか？え？花娘関連。その花持が誰かは。私だよ。これが欲しかったら。地面に何かあるようだ。調べてみよう。椿の花、本当にこういうのが好きなんだな。椿の目的が何であれ、まずは追いかけよう。私の俺を尾行して。そうだけど、気まぐれであなたについていったら実際に。ということは半分正解。あなたと同じで、私も自分の過去を完全に。前に調べたことがあるから。もし椿が花娘だったら、俺がブラックショアの指導者だということは、今の椿が脅威にならないことを確認してから。ねえ漂白者、私と遊んでよ。そしたら今週の名式を倒したあなたなら花持ちたるもの。なのに何年やっても面白い。あなたはやっと出会えた運命。もし他私辛くて悲しくて妬ましくて。なんでって。花は自分が花だと知らなくても、私だって同じ。そういえば逃げた異常星図って。別に私はブラックショアがどうか。怒っちゃったねえ。私あなたそれでもいいや。じゃ始めるよ。あなたがブラックショアの危機を解決していた時、私は治療ポットにいて、あなたの勇姿を見れなかった。私寂しかったんだよ。だからたくさん見せて、あなたのその力。敵を狩るこの感覚、とっても気持ちいい。やっぱり。それじゃこれはあげる。あなたはあの星図と関係がある。ふん、
今はブラックショアにとって一刻を争う状況。でもあなたのこういう強気なところも。さっき調べたと言っていた。私死んでないんだし。私の記憶、ある洞窟で目覚めた時から記憶が空っぽ。でもそんなブラックショアが、私はすぐ自分の過去について調べ始めた。真相にたどり着いたけど、オーバークロックで死にかけたからまた記憶が増え。花娘はなんでこんなことしたのか。まるで過去の自分。だって何も覚えてないんだもん。過去はどれだけ激しい感情を払う。あなたも私と同じなんじゃない？私は頼りにならない記憶なんか。記憶を失っても本能がこの体にある限り。その通り。本能を支配し、本能に支配される。あなただって使命とか責任に駆られて動いてる。やっぱりこんなこと話。じゃあ先に見つけた人は。また遊んでくれるの？それじゃ。風を感じる。抹消。この黒い花は。この人遅いなぁ。探しに行こっかなぁ。あ、奥に獲物の周波数。それもたくさん。素敵。こうでなくちゃ。興奮してきた。あなたの戦う姿と興味し、あなたと踊っているの。手を貸そうとしたんだけど。見ればわかるよ。
オーバークロックに近い状態。そうだよ。もう崖っぷちで踊り続けるのが私だから。どうしてそんなことを。もちろん重度のオーバーク、私あなたとのゲームも残像。本当に私がオーバークロックで死ぬ日が来るとしても、ブラくだらないことに悩めば、本当に大切なのは今なんだよ。ところで何か見つけた？この周波数、これが残されたのは20年前。黒い花は花持ちの証明。これで、でもその時期は俺と同じ時期に消えた。あ、そうだ。思い、今週で初めてあなたに会った時にカベアドレッドに連絡しなくていいの？さすが花持ち、上立ホールに向かって。花持ち、漂白者に。珍しいね、花持ち。この子に言うことを聞かせられるなんてすごいね。ああ、まあ何にせよ。それに早速データの処理に取り掛かる。過去気になるな。行こう。漂白、見た。ツバキ、私は先よ。デバイスのツバキも見つからない。私これはでも今のは、ここは製図の中で。またここに戻ってくるなんて、こんなとこ何の思い入れもないのに。体がもう持たない。早く寝床を探さないと。椿の影が記憶を閉ざし、選択。花持ち、予想外のことが。花持ち、すまない。私の判断ミスだ。椿はまだあの製図は。だが、これからあの製図と対象になるコピーを作る。製図はあるが、これから。記録ではここは本来の歴史とずれて。
鍵がかかっている。オーバークロックになった椿がセキュリティシステムを壊したのだろうか。まずは損傷。植物の変異がこんなに。オーバークロックがかなりひどいみたいだ。椿が花娘を。ここはブラックシュアの地上。ここがブラックショアって聞いて来てみたけど、やっぱり来て正解だった。私は椿、花娘って呼んでもいいよ。前会った時なんか残念だなって思って。ラッコー村の状況は。負傷者は他の地域に移動した。ほとんどの人が無事。でも状況こそ違うけど。あなたがブラックショアの、その上陸する許可はもらってないんだけど、お願い許して。この前村に来た協力者の話、それに村に来る前のことも覚えてん。でも私にはそれ、お願い、このままブラックショアにさせて。私でもテストに合格すれば話。本当？よかった、ありがとう。いい名前だね、絶対忘れない。嬉しいな、本当に。でもその名前見て、これが私の共鳴能力。みんなに自慢。あなたといろんなところを巡って。この花あげるよ、これからよろしくね。仕事終わったんだね。
最近はおとなしくしてるよ。言われた通り。空気の読めないやつ。落光村でのこと、残像町の進行から、あの時私はオーバークロックのせいで。クリリのレコードでは椿が発見されたのは。気になる？私が花の木になる。ま、私が助けられたのはほんの一部だけ。それは意外だったかな。私そんな弱い人たちには興味ないの。私は思ったままのことを話しただ。私が植物に変異してた時、あなたは私をオーバークロックから救い出してくれ。落光村に来る前のことはもう覚えてない。どう？私を花持ちにする気はない？でしょ？なら私を花持ちにした。まあラベル測定を受けた時、今は大丈夫でもいつか感情が高ぶって制御を失ったり力、でもそれも運命。運命が私たちを引き合わせてくれた。あなたに惹かれたことも、運命の贈り物も、略奪も。ねえ知ってる？植物の中には大きな木に、そういう植物はね、自分の体で覆うその木のすべてを自分のものにしたいと思ってる。これからは一緒にいる時間も多くなるし、じっくりたっぷり私と遊べるね。だからこの花をあげるね。私の大切な。正しいノードを見つけた。ワープを回避する。ムカつく星図。でもあいつのコアも漂白者とはぐれたのは。それにしてもここに来るまでに見た、十数年前のあの時ブラック、そこから無数の可能性が生まれていた。私は自分の記憶を閉ざし、これはあ、そうか、花娘の情報、記憶を閉ざしたってこと。つまりこれが。でもあの人は自分の選択を示した。こんなくだらない生き方。漂白者。やっぱり漂白者と一緒にいると本当に退屈しないね。ついて行ってみよう。それとあの力も使うべきじゃなさそうだね。今オーバークロックになったら台座にあるのは種。あの花は種を求めてる。種を置けば扉が開くはず。思った通りだ。種が隠された道を作り出した。やっぱり
この空間は創造者に背いて私を助けようとしてる。花むさそれがあなたの最後ならはあなたがっ結局あの人は最後にこの道を選んだ。確かに私はあの人の過去もブラックショアのことも知ろうとしなかった。だってそんなこと知ってもなでもあの人はブラックショアをこれがより良い結果なの。ブラックショアが求めるより良い結果どうしてあの人を奪うの。私の唯一のお気に入りでよりにもよってなんであの人が。これが私でも他の世界を見て予想はついて。ラベル測定の結果が日に日に悪くなってる。医者からもショアキーパーからも戦うなって言われた。あの人たちを否定するつもりはないけど私のこれは根本から直さないと意味がない。最近ラッコ村あの村であの人と出会ったのはもう過去の思う。あの人がいなくなった。もしあの人に出会う死それはただの孤独死獲物の匂いの痛みを感じて。胸が苦しい。ここの空気に当てられて体も感情もおかしくなってる。この製図のせいか。早くあいつを仕留めないと。何が欲しい？治療を続ければ、かろうじて生きることはできる。でも、オーバークロックの治療を繰り返せば、この体はどんどん壊れていく。体力も精神も、あの人が戻ってきたとき、もう自我すら保てない。そんな生き方をするぐらいなら、私がそんな情けない。時間ね。
私はブラックショアを出て、あの人と出会った場所に向かう。そしてこの縁を終わりにする。彼からもらったこのブレスレット、もう私はオーバークロックを抑制する方法、オーバークロックの根本の原因は私だって、あの人と同じ私の本能。これは私はこの本の花が水を求め、たとえ記憶という抜け殻をなくしたとしても、私の本能はあの人を追う。いつか再会を果たした時、変わらないかな。がっかりさせないでほしいの？咲き乱れる花々よ！目が霞む。前が見えない。あと少しなのに、こんなの。自由だの力だの口にしておいて、そんな無様な姿を見せるなんて情けない。出てけ！獲物の匂いだ。絡み取る！かわいい小鳥ちゃん、とっとと落ちちゃいなよ。それはあなたの力。どうして拒むの？全部忘れちゃうのに、なんで苦しい思いをするの？うるさい。
あなたとはぐれた後、たくさんの場所に行って、私とあなたの間にあるいくつもの可能性を見た。ある時は、名もなき旅人としてあなたとすれ違い、ある時はフラクトシデスとしてあなたと剣を交えた。たとえ何度忘れようとも、この本能に導かれる私は必ずあなたの前に現れる。このうるさい小鳥を一緒に始末しちゃおう。一緒に戦うのとっても楽しい。鼓動、脈、周波数、あなたの全てが私を狂わせる。こいつ弱すぎ。まだまだ遊び足りないのに。漂白者、私とはぐれた後、あなたも違う私たち。やっぱり。よ。おかえり。よ、私も面白いことを知ったよ。私は十数年前、それに世界の異なる可能性も見た。でも、どんな世界であっても、たとえどんな、あなたは私。今回オーバークロックを抑えられたのはあなたの、あなたにこんな姿。さっき擬態コアを倒したから帰ろう。座標後の時間は何をするの。それは歴史を感じる。おかえり。私と漂白者だよ。座標は受け取った。ああ、そうだ、椿。ああ、別でもブレスレン。じゃ漂白者行こっか。そうだね、地上。
痕跡を探してる時に形になるものを昔は私たちのことを記録し、これは私たちの証、記憶よりも鮮明なとっても強いブラックショアの指導。漂白者、ファインダー越しの私も。上出来。素敵な構図。漂白者、あのブレスレット。それはあなたが持ってて。私たちは秘密の過去を持ってる。このブレスレットはこれ最初はラベルスペクトルを観測し、オーバークロックを。でも今の私には今回みたいなことがない限り、今回の一件を通していろんなことを知った。思ってたよりず、私は今のままがいい。記憶、私は私を信じてみるよ。その理由があなたの記憶に関係して、それにだってこうきっとこれからもっと、もう昨日は終わった。そういえば漂白者、あなたは良かった。私も楽しい。ここはこの世のあらゆる事象を記録してるテティスシステム。無数の可能性がその中で湧いては渦巻き死んでいく。でもその無数の可能性の中で私たちは出会う。星の海が示す全ての道がそこに収束するなら、私たちが出会わない宇宙はもう滅んじゃってて、私たちが出会ったこの世界しか残ってないのかも。もしこの宇宙が花だったとしたら、ここは種を育てる者にとって完璧な世界なんだね。
私と。私と一緒に遊びたい？獲物の匂いだ。溺れろ。
分にしてあげる。気をつけて。私らに入れないなんて見る目がねえな。一体怖い。カゴの中に飛び渡る。
開発、魂の消える場所。
私と